どうも、ありがとうございます。ゆめでんです。せんです。どうも、ネガンです、はい。今回はなんと私がこっちでクイズ作文側と。おお、珍しく。これ史上初レベルじゃない、ちょっと。今世間はね、何で賑わってるかちょっと過ぎたんですけど、はい、問題になってることといったら、例えばどんなことがありますか？坂本選手が坂本選手が裏垢ですよ。裏垢ね。まあ、裏垢がちょっと問題になってたじゃないですか、一時期。裏垢でちょっと誰か悪いことを言うっていう。ということなんで、アカウント何個持ってますか、皆さん。いや、俺、でも8個ぐらいあったよ。で、俺、その全てが表垢やからね。表垢ね、はい。もともと3個ぐらいだったんですけど、はいはいはい、最近2個増えて5個ぐらいになりました。はいはい、はい。僕は8個ぐらいですね。いや、ちょっと待って、裏めっちゃ持ってるやん。お前マジでなんか裏垢めっちゃ強いな、ほんま。ということで今回の企画、はい、この裏垢、どの偉人の裏垢でしょう。イエーイ。はい、ということでですね、今私、ああ結構な数の裏垢作ってきました、うん。織田信長とかだったら、はい、裏でこんなこと思ってたんじゃないかとかもね。なるほど。だから織田信長って当てれるんじゃないかっていう、そういうこと。いや僕圧倒的に強いんじゃないですか、僕。これ偉人ってなったら、だからお前いるんか。で、今回ですね、プロフィールとまあ大体ツイート3つほど1人につき用意してますので、それで誰か当てるという、そういうクイズ。なるほど、なるほど、はい。というわけでやっていきたいと思います。メガネマンボーイズつば九郎。まずこちら、1765年生まれ。文章だけじゃなく絵を描くのもまあまあ得意です。元武士ってことね。元って何ってことなんですよ。ってことは近松門左衛門。残念。ああ違う。違う違う、文章だけじゃなく絵を描くのも得意ってことは、文章の主なんよこれ。芸人の鉄人、紙芝居する人。ああ鉄拳、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 やってます。鉄拳、いや鉄拳やってます。滝沢馬琴。残念。何の人でしたっけ。何層さん。ああ僕その人言おうとしたのね。そうそうそう。一番まあ分かりにくいやつからいきます。そうね、はい。わしの本名を知っとるやつってもはやリアコとしてわしを見てるとかある。わしはアイドルちゃいまっせ。文章はを評価してくだされ。画狂老人万事。残念。あ違うか。十返舎一句。正解。まあ、全然いいねついてね。裏垢だからね。まあ、裏ね、まあ、裏垢でつぶやくほどの、でもまあ、でこちらですね。悪いことも言ってへんだろ、せいや。なんか大阪と江戸の間歩いてたら、膝に膝にどんぐりに毛が生えたような。くさっすー。続いての問題はこちらです。でん、お、普通の高校生です。あんまり学校行かへん。裏垢です。工藤新一。ブー。俺、残念。一つ目のやついきますね。はいはいはい、俺にはライバルみたいなやつがおるんやけど、それ金稼ぐの上手すぎる。さすがに俺の価値やな。ヒカルさん。残念。エジソン。残念。あ、でも確かにな、海外路線あるな、これ。ちっちゃい頃から有能な人間なんですよ。エジソンはなんか有能だってイメージ。アドちゃん。残念。おー確かに、もう今日は残念って言いに来ましたから。福沢諭吉。残念。二宮健次郎の友達。誰やねんそいつ。誰そいつ、ほんまに。じゃあ次、はい、2個目の裏垢ツイート、はいはい、こちらです、はい。俺の最近の流行りは髪の毛をどこまで伸ばせるか。はあ、これあれちゃう、元木、はい。違います。清少納言。残念。紫式部。残念。あ、分かった分かった。待って、山田勝美。え、残念。なんでかっていうと、髪伸ばしてファイナルステージの屋上までこっち行って、これで高見を目指される。高見のと、ああ確かにあるんだけど、もう綱を抱いてくる。芥川龍之介。残念。卑弥呼。残念。ラプンツェル。残念。あ、違うか。確かに。板垣退助。残念。ヒゲだな。じゃあ次行きますか。あー、行きますか。うむず。じゃあ3ツイート目。俺の好きな数字は2500。だってそいつと共にここまで来たんやから。どういうこと。あ、俺ここで分かると思って出したんですけど、ね、いやむっちゃむずいです正直。高校生で偉人になった人。服部平次。残念。俺は高校生となって服部平次。もう楽しみで遊園地のモリランと一緒に。俺っつってんだよ、男の可能性の方が高いよな、やとしたら。あ、キッコロ。何キッコロって。森蔵ですか。森蔵。あああ、分かった。ちょっと待って、耳元で言えるんじゃ。いや、ごめんなさい、分かったっていうのは分かってないけど。分かってないでかい。いやいや、これはなんか一人ずつ全員正解してほしいな。いや、じゃあ、はい、じゃあ最後のやつ出ますか。もう見よう、これはちょっと無理だわ、はい。親友のJ君についてなんやけど、
もっと戦術で上目指してほしいな。J? J? マジでむずいんだけど。スポーツってことか、戦術ってことか。これ裏赤なんでね。ああ、ディープインパクト。残念。で、馬可能性あるで。でもサードインパクト。残念。そんなに。でもやっぱこれ可能性あるな、これやっぱり。馬か、確かに。ディープインパクト言ったよ、言ったよ。なんか競馬が知ってるのそれぐらいだよ。そんなもんや。キタサンブラック。残念。コントレイル。残念。マルーララ。残念。ステフ。あ、小野内くん。残念。え、じゃあ勇気ですよ、親友だった。確かに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 。武藤勇気。武藤勇気正解。ブラックライザーだ。ブラックライザーだ。ブラックライザーだ。いや、いいのがいいだけど。うわー、いや、俺よく言った。よくや、これよく言ったくない、これ。会話ね、これ会話。会話君はお金稼ぐのがうまいんです。序盤に工藤新一って言ったんですよ。はいはい、あ、もうすぐ当てられるかなと思いました、正直。これでも 0.5 とか。いや、まあまあ、0.5 とかじゃないですかね。なんで負けてんだろ、俺。それが、それが、お前。裏垢見ただけで誰か分かるってことやから、裏垢をやっぱ使いこなしてる人ってこと。なるほど。なるほど。なるほど。そういうことなんですよ。逆に勝つと、だから、裏垢が結構、すごいことになってる可能性が。うまいこと使わせてるから、俺。じゃあ次から僕にこう見せるパターンにします。了解です。あー、なるほど。じゃあいきますね。はい。金遣い荒め。おまけでは言えないこと言います。1番目に正解したら2ポイント、はい、やった。2番目に正解したら1ポイントにします。お、今から。なるほどね。はい、まず1つ目こちらです。最近借金を催促する手紙が鬼のように来る。ええ作品作ってみやから、もっと昔みたいに売れろよ俺の作品。はい、芥川龍之介。違います。野口英世。残念。伊藤博文。残念。ゴッホ。残念。え、じゃあ続きまして見たい。はい、こちらです。演奏会が金にならない問題をどうにか解決していきたい。おお、演奏会。これでまあ分かる人が出てくるかなと思いますね。え、すん正解。うい、うん、はい、正解。えぇ、早っ。キムすん正解。ちょっと当てたいな。いや、これは当てれます。当てれます。分かった。ギター侍。予言する。俺の曲を多用しまくる集団が現れる。それはこのツイートを見てる君たちのことだ。今作ってる曲やけど、ご飯ができた時とかにかけたらええ感じの雰囲気になる説ある。いずれバラエティ番組では必須のメロディーになるやろな。これあれや。お前の父さんや。違います。いや、俺の父さん金塚荒くない。俺の父さん、いや、歴史的な人ですよ。いや、弾ける。いや、絶対してるよ。え、健吾。違う。健吾じゃない。この話題通じるんかな。あ、じゃあこれ普通にこうか。モーツァルト。モーツァルト正解。おい、晩年結構そうです、ね、お金に苦しんでて借金にまみれたという背景を知ってたら、まあ一つ目、二つ目。いや、めちゃめちゃ世話になってるわ。そのメロディーが思い浮かぶかなと。ですね。はいはい。じゃあちょっとということで、最終問題こちらです。はい。結婚しています。はい、いや、もうまあまあいいか。はい。電源違います。わー、はい、電源違います。さすがに絶対そうやと思った。じゃあまず一つ目のツイートからいきましょう。 OK です。うちで飼ってる犬の餌結構ええ値段するのに食べてくれへん。コスパ悪すぎ。あ、これや。はい、残念。電源違う。電源の父違う。うそやろ、こっちやろ。全然違う。全然違う。マスオ TV 違う。マスオ TV 違います。全然違います。あ、これや。犬。はい、ワトソン違います。なんで。ワトソン犬飼ってたって。分かったフリック違います。分かった。正解。よっしゃー。よっしゃー。よっしゃー。うぇー、実際これは。うぇー、まだでもお前らにまだ早い、このステージは。このステージは多分俺しかできへん、これ。これはすごい。これすごい。これだけで分かるのは俺想定してない、ちょっと正直。いや、想定外、俺も。2個目こちらです。この子はおとなしくてめっちゃいい子にしてるのに、なんでうちの子はいつもあかんことしてるんやろ。あ、まだ、はいはい、キムの母。残念だ。これや。のでたまこ。あ、のびたまこです。あ、のびたまこ違います。残念。ドラえもんのことを犬と呼んでるのか。正解。大敗北。じゃあ3つ目、ね、あー待って、分かりました。はい、これ出してや。ちょ待って、家燃えたんやから。
い、ということで、裏垢を反応イエーイ文句だ売りすぎ、さすがに。いや、ここで答えた、強すぎ。いや、すごい